ギルバート・ウォーカーサー・ギルバート・トーマス・ウォーカーは、イギリスの気象学者、数学者、南方振動やウォーカー循環を発見したことで知られる。ウォーカーは、若い頃から、ケンブリッジ大学の数学者として結出した才能を持っていたが、モンスーン予報を行うために1903年に、わざわざ東インドへ赴任した。そしてインドモンスーンの変動の予兆を探るために、 世界各地の気象観測結果を統計学の相関係数や回帰式を用いて幅広い時間、空間にわたる膨大な解析を行った。その結果、気圧や気温などの地域的な変動に相関がある場合があることが分かった。その一つが南方振動であり、今日エルニーニョ南方振動として知られているものである。また、この研究は統計学の進歩も促し、 ユール・ウォーカー式という自己相関における新たな数学的手法も生み出した。これら南方振動とユール・ウォーカー式はどちらもモンスーン予報という同一の研究の中から生まれたものである。ギルバート・ウォーカーはロンドン南部のクロイドンで1868年6月14日に両親の4人目の子で長男として生まれた。父トーマスは技術者だった。ギルバートは1876年に 地元の小学校へ入ったが、そこで、数学と力学に興味を示した。13歳で、ケンジントンにある、セントポールズ学校の奨学金を得て入学すると、教育者として、有名な校長をフレデリック・ウィリアム・ウォーカーのもとで、学業生活を送った。ギルバート自身のことによれば、最初は古典を習っていたが、大失敗をやらかして数学に送られたとなっている。在学中に、 力学への興味は増し、1885年には、自ら作ったジャイロスコープで賞をもらった。1885年12月に、ウォーカーは、ケンブリッジのトリニティカレッジの数学の奨学金を得て、翌年10月に入学した。在学中に、大学の賞をいくつか獲得した中に、給油で後に、王室天文館になるフランクダイソンと共同で、授かったシープシャンクス。 アストロノミカルエキシビジョン賞もあった。ウォーカーは1889年にトリニティカレッジ、数学家庭卒業試験パート I のシニアラングラーに輝いた。ちなみに、旧友のダイソンは自席だった。1889から90年に、ウォーカーは応用数学を研究して、数学家庭パート2を、やはり主席で卒業した。1891年にダイソンと二人、 トリニティカレッジの研究員に選ばれた。しかし、この学業の無理がたたってウォーカーは、健康を損ない、療養のため、スイスで3年間を過ごす羽目となった。スイスでの療養は貴重な期間となった。この時期は、思考に没頭する時間を与えただけでなく、登山やスケートをする機会をも提供した。特にスケートは、一生の趣味の一つになった。1895年には、 健康を回復し、トリニティカレッジの講師になると1903年にインドに赴任するまで続けた。カルカッタのプレジデンシー大学の物理学教授だったジョン・エリオットはモンスーン予報の研究を進め、1895年からインド全土を対象とした降水量の季節予報を開始した。彼は1899年にインド気象局長官に就任したが、 その年のモンスーン予報では基金を予知できなかった。新聞紙上で激しく非難され、そのため1901年にはモンスーンの季節予報は機密文書扱いとなり、気象局の外には発表されなくなった。エリオットはケンブリッジ大学の同窓で卒業試験で数学主席を得ていたギルバート・ウォーカーに目をつけた。ウォーカーはインドの気象事業を率いる人物として、 全くありそうにない候補者だった。ケンブリッジ大学において、非凡な数学者として認められおり、すでに学術的に高い栄養を獲得していた。しかも専門は、気象学とは全く関係のない数理物理学であり、主たる研究は、電気力学の数学的理論だった。彼は、トリニティカレッジの数学科講師というアカデミックな環境で安定した学級生活を送っていた。 しかし、応用数学者として何かに挑戦する機会の不足を感じており、これがウォーカーを気象学に借り立ててインドへ赴任させる動機の一つとなった。1903年にインドへ渡り、インド気象局長官のジョン・エリオットから引き継ぎを受けた後、あと1904年にその公認に任命され、1924年までそのポストに就いた。 モンスーン予報の研究を始めたウォーカーは予報の理論などこの分野の知見が自分にはほとんどないことそれまでの気象学がこの分野ではほとんど使えないことを理解した地球上の気象の関係は理論的な考察からそれらを導こうと試みても無駄なほどに複雑であると述べている確立された理論から数学を駆使してモンスーン予報を行える見込みがないとわかると ウォーカーは物理学的な因果関係を追い求めるのではなく関連するすべての気象記録を集めてそれらを統計学的に解析したモンスーンが影響する範囲は広い何らかのモンスーンの予兆をつかもうとすればそれは世界中の気象データ間の統計的な関係を考慮する必要があるということを意味したしかも予兆のための調査は空間の違いだけではなく 時間的な違いを考慮した相関関係も含めなければならなかった。ウォーカーは世界中の気候変数の間の関係を調べる際に相関関係と回帰式を使った。また彼はインド内外の気象学上の現象について前後2つの季節までの先行と遅延関係、つまり自己相関も計算した。これらは気象学において先駆的な取り組みであっただけでなく、 考述するように統計学に新たな手法をも生み出した。数年の研究の後、彼はインドの夏季の雨量を予測する最良の因子として、5月末のヒマラヤ山脈の降雪量、5月のモーリシャスの気圧とザンジバルの雨量、4月と5月の南アメリカの気圧を選んだ。そしてこの相関を用いたモンスーン予報をシーズナルフォアシャドーイングと呼んだ。フォアシャドーイングとは、 確率的な曖昧さを含んだ予報という意味だった。彼は定量的な議論ができるように相関係数のような算出した統計量には必ず見込み誤差を付した。インドモンスーンの予報調査のために算出した相関係数は3000個とも言われている。電子計算機がない当時としては大変な計算量だった。その結果、口述するように1923年に来た。 大西洋振動、北、太平洋振動、南方振動という三つの気圧振動を発見した。この中で南方振動が最も大規模なものだった。しかし、口述の通り南方振動はインドのモンスーンの予報としては使えず、むしろそれ以外の世界各地の異常気象の戦具的、現象つまり予兆としての相関が高かった。しかしながら、 そのメカニズムがまだ知られていなかった当時、広く取り上げられることはなかった。1904年に王立教会の会員になっていたウォーカーは、1924年にインドからイギリスへと戻り、ナイトの称号を受けた。彼は著名な気象学者、ネイピア象教の後を継いで、ロンドンのインペリアルカレッジの数学科教授となった。その新しいポストで統計作業を続けたが、 他の物理的な問題にも関心を向けた。運慶とそれを引き起こす物理的な状態には常に興味を惹かれた。弟子たちと共に実験室で不安定流体を下から熱して対流速度の違いによる効果を確かめる実験を行い、様々な雲の形成過程を研究した。1926年と1927年は王立気象学会の理事長を務め、 1934年に同学会のサイモンキングメダルを受賞した。その間の1933年は英国学術協会の部門長を務めている。第二次世界大戦が始まると空軍省気象委員会の下で長期予報や高層気象観測結果の相関、ヨーロッパの気象と北極の海票との関係を研究した。ギルバート・ウォーカーは1958年11月4日、 90歳で永民した。オランダの研究者ベルラーヘジュニアによって1957年にエルニーニョと南方振動が極めて高い相関を持っていることが発見され、海洋現象であるエルニーニョと大気現象である南方振動が同一の現象であることが分かった。1957から1958年に大規模なエルニーニョが発生した。 カリフォルニア大学ロサンゼルス校の教授だったヤコブ・ビアクネスはこの時行われていた国際地球観測年の太平洋域の観測データを解析した。1963から64年と1965から66年のエルニーニョ現象での結果も確認して1969年にそのメカニズムを発表した。そしてエルニーニョと 南方振動に密接に関連した赤道上空の東西風の流れをウォーカー循環と名付けた。1983年にこの海洋と大気が一体となって起きる世界規模の現象はエルニーニョ南方振動と命名された。1892年に発表されたウォーカー最初の論文は交流を伝達する動体の反発に関する エリフ・トムソンの実験についての数学的な議論だった。この研究はトムソンが定性的に進めたアイデアを定量的な形で示したもので、極めて高等な数学的処理を行っているが、物理学的な発見、または新しい原理を示したものではなかった。1899年に、ウォーカーは、アベレーションサムアザープロブレムズコネクテッドウィズザ。 エレクトロマグネティックフィールドという大のエッセイに対して後にケンブリッジ大学のルーカス教授職に就くジョセフ・ラーモアとケンブリッジ大学のアダムズ賞を共同受賞した。ウォーカーは電気力学などの業績により1904年に王立学会の会員に選ばれた。インド赴任後、1908年にカルカッタ大学で電磁気学についての一連の講義を行い、その後、 抗議録はケンブリッジ大学出版局から出版された。ウォーカーの電気力学に対する興味は自らの優れた数学的才能を適用できる問題を見つけた時に生じたようである。力学への興味も続いていた。1892年には完全流体の中での大体の発射体の運動に関する議論を論文として発表した。これは 当時の流体運動の古典理論とは全く異なったもので彼の理想的な状態での理論は現実の法術とはほとんど関係がなかった。また1896年に特殊な回転をするコマの運動に関する論文も出版した。ウォーカーは1880年代にオーストラリアへ旅行に行った際にブーメランに興味を持った。そして自らそれを投げるようになりその名手となった。 ケンブリッジ大学時代から大学の公園でブーメランを投げる彼の姿は有名であり、当時からブーメランウォーカーとあだ名されていた。ウォーカーは1901年にブーメランに関する独創的な論文、ブーメラングスをネイチャー氏に発表した。空気力学についてほとんど知られていなかった当時。 ブーメランが現在は判明している高アスペクト比による優れた空気力学的な側面を備えると彼は気づいていた。ブーメランの速度成分と回転成分の項を用いて、ブーメランにかかる空気力学的な力とモーメントを表し、これらの力の作用に基づく独特なブーメランの運動を分析した。論文において円を描いて戻ってくる場合、 円を描いて戻ってくる際に投げ物の前で2回目の円を描く場合、その応用として投げ者の後ろまで飛んでから2回目の円を描く場合、最も複雑で投げ者の前後を行き来しながら3つの円を描くウォーカーが成功した投法の場合、直線に近い奇跡で往復する場合の例を挙げている。それら以外に戻らない投げ方があることも示している。これらの結論は、 現代の空気力学によっても変わっていない。この論文が広く知られると、ウォーカーはスポーツとゲームの数学的な側面に焦点を置いた記事をクライン百科事典に寄せるように依頼された。1900年に出版された同書において、彼の記事は、ビリヤード、ボールゲーム、ブーメラン、自転車の4つにわたっており、当時のスポーツの分野で使われた物体の運動を支配する。 力学的な要因の知識をよくまとめてある。ウォーカーは世界の異なる場所で気圧間の相関関係の表を作成した。彼の調査によってそれまで知られていた北、大西洋でのアゾレス諸島とアイスランド間の気圧の振動と北、太平洋での同様の振動は両方とも予想通りに相関関係として極めて明確に現れた。 そしてロッキャーが発見していたインド洋付近とアルゼンチン間の気圧の変動は、それよりはるかに大きな世界規模の気圧変動として起こっていることが分かった。ウォーカーは最初の北、大西洋の現象を、北、大西洋、振動、二番目の北、太平洋の現象を、北、太平洋振動と名付けた。そして最後の世界規模の現象を南方振動と命名した。 最初の二つはその地域だけに影響する現象であったが、南方振動の特徴は、気圧振動の規模が大きく広がっているだけでなく、インド、ジャワ、オーストラリアの気温や、降雨などの気象にも、その影響が現れていた。モンスーン予報のための解析だったが、結果は、モンスーンの最盛期である6月から8月に起こる、南方振動自体の発生を、 他の気象要素との相関関係から予測することは難しいと示していた。気候学者のノーマンドはこう述べている。私にとって、ウォーカーの結果で最も注目に値するものは南方振動がその後の減少に作用しているという事実だった。全体として6月から8月の夏の南方振動のインデックスは前年の冬とはマイナス0.2の 相関係数だったのに対して、次の冬のインデックスに対してプラス0.8の相関係数を持っていた。南方振動の特徴は、世界の気象変動の結果としてではなく、原因として現れており、予報される現象というよりはむしろ、インド以外の地域の現象の予報する手段として、有効であることを示していた。これは、世界の気象変動に化する大きな発見だったが、 当時の気象学コミュニティでの一般的な反応は極めて怪奇的なものであった。それはこの振動が起きる原因がよくわからなかったためだった。物理学的な観点から見るとモンスーン予報のための唯一の科学的な手法は地球規模循環の完全で合理的な因果理論の理解と考えられていた。ウォーカーは統計的な手法の限界に十分気づいていた。 物理学的な因果関係の重要性を否定していたわけではなく、因果関係はこれから徐々に発見されていくだろうと考えていた。そして、気象要素間の統計学的に優位な関係を多く発見するほど、モンスーン予報などの問題に対して多くの知見が得られ、それは因果理論の根拠となる発見につながると考えていた。ただ、これに対するウォーカーの主張とは、 日々の生活を支えるモンスーン予報において因果関係を解明した上で完全に確信を持って発表できるようになるまで待てるものではないとした。19世紀に各国で始まった気象観測であったが観測手法や値の単位が異なっていたためデータを交換しても他国ではそう簡単には使えなかった。 19世紀末頃から気象観測結果の国際的なデータ交換が議論され始め、それはデータの記録方法の統一へと徐々につながっていった。そういった背景を受けて20世紀に入ると一方で世界各地の気象観測の結果を使った相関関係の調査が気象学の研究として行われるようになった。他方でその気象の変動要因として 太陽黒点の変動も浮かび上がった。この時間的にある幅でランダムに変動する、つまり揺らぎを持つ、純周期的な自然現象が時系列データを扱う統計学に進歩をもたらした。当時、決定論的な調和解析を用いて、太陽黒点の変動が11年周期を持つのではないかと議論されていた。ところが、イギリスの統計学者ウドニー・ユールは、 1927年に太陽黒点の変動周期について決定論的にではなくその強さや周期が揺らぎを持つという前提で新たに二次の自己回帰モデルという手法を考案した。そしてそれを用いて太陽黒点の変動周期がおよそ11年であることを示した。これは厳密な調和解析による手法より太陽黒点の周期変動の多くを説明できた。 ウォーカーは、ユールによる自己回帰モデルの研究の前から、気象の純周期的な現象の問題に取り組んでいた。ユールによる自己回帰モデルの考案の前の1925年に、ウォーカーは南方振動の周期に3から3.25年の幅があることを示しており、そういう幅がある周期現象には自己相関を用いた分析が有効であると気づいていた。しかし、 ウォーカーが調査していたダーウィンの気圧変動はユールの自己回帰モデル AR より複雑だった。そのため彼はユールの手法を任意の時数炉の自己回帰モデル AR に拡大した。彼は1931年に以下のユールウォーカー式を導出した。このユールウォーカー式はウォーカーがユールの成果を拡張したものであり共同で導いたわけではない。インド気象局の任期の間に ウォーカーは、公務以外の多くのものに興味を持った。その一つに、鳥の滑空と羽ばたきがあった。彼は、はゲワしと飛びが200メートルほどの高さまで羽ばたいた後、700メートル以上の高さまで螺旋状に、滑空しながら上昇する方法を発見した。これをきっかけに、舞い上がって羽ばたく、様々な種類の飛行という研究を行うと、その成果を1925年、 1927年、1930年に発表。それがきっかけで、ブリタニカ百科事典の動物飛行の項目の執筆も行った。これらの研究の結果は、彼が自らグライダーで飛ぶことへの興味も誘った。1911年に、グライダーの滑空性能と気象条件との関係に関する短い説明を、ネイチャー氏に発表した。後年、ウォーカーは、 グライダーの操縦に挑戦したが、65歳で始めたのでは熟練のパイロットになるには遅すぎたと、残念があった。ウォーカーはフルートの優れた演奏者であっただけでなく、その楽器を理論的に研究し、その成果の学術的な出版も行った。フルートは低い方から2オクターブまでの音は連続して穴を開ける、規則的な運指で演奏できるが、 従来の双方では3オクターブ目は不規則な指使いをする。彼はその音域に新たな指使いを提案した。その指使いで発生する理論的な音節の位置は実際の音節とおおむね一致し、いくつかの新たな指使いが実際に考案された。現在、一部のフルートはウォーカー案に沿って作られている。ウォーカーはインドにおいて人材発掘にも大きな役割を果たした。 ある日、気象測器の点検に、マドラスへ行った際に、公安事務所の所長から、風変わりな事務員が書いた数学の走り書きを見せられた。ウォーカーはその事務員が、天才的な数学能力を持っていることを見抜き、マドラス大学へ入学できるように手配した。彼こそが後に、天才的な数学者となるシュリニバーサラマーヌジャンだった。ウォーカーは、彼がさらに、ケンブリッジ大学の数学者ごとレー。 ハロルド・ハーディのところへ留学できるようにも尽力した。また、ノーベル物理学賞受賞者であるチャンドラセカール・ラマンや、後に国際即地学及び地球物理学連合の会長を務めた、K.R. ラマナさんという人材の発掘や育成にも関わった。主な執筆者名のアルファベット順。ありがとうございます。